ベルケンドに行けば首席総長の目的ってのが分かるのかなどうでしょうただ他に手がかりがありませんしそうですねまずはベルケンドの第一音機関研究所に行ってみるしかありませんああヤツが頻繁に出入りしているからには何か秘密があるはずだそうですわねきっと手がかりが見つかりますわそううまくいくかね アタリア放っとけはあんか険悪ねえ大佐どういうことかなアーニス余計な詮索はしないのが淑女のたしなみですよ